カモンタツオのカモンカモンカモン、カモンタツオのカモンカモンカモン。こんばんは。またまたこの時間がやってまいりました。 FM 横浜でお送りしておりますカモンカモンカモンね、まあ秋ですけども、新型コロナの影響で秋祭りも中止になったところがほとんどね。コンサートとかは若干あの緩和がされて、僕なんかも年末の大阪ぐらいはできるかなというふうな感じが見えてまいりました。いろいろ助成金とかね、そういうのも出たりしますし、あとはまあいろいろ資金繰りの方も大変で、無利子無担保で、お金を借りる、そういう書類申請、そういうのでまたちょっとそういうのを悪用するやつとかも出てきて、まあそれはつきもんですけどね。まあでも借りれるもんは借りようかなとかいろいろ考えておりますけどね。夏祭り秋祭りか、おみこしなんかまさに密やからね。まあ子供の頃、まあ僕はあの大阪なんで十日恵比寿とかがありまして、前も言ったかもしれませんけど、十日恵比寿のくじ引きでビール100本当たったことがあります。それを父親が嬉しそうにタクシーで取りに行って近所になんかお裾分けしてた思い出がありますけどね。露天で綿あめ、綿菓子か、あと、いや、あの輪投げ、輪投げ絶対後ろの方、この輪よりも大きい商品とかいっぱいあって、絶対これ無理やで、あんな夢中で楽しかったよね。今のテレビゲームとか、まあ、そういうものとはまた全然違う文化がありました。たこ焼き、りんご飴、りんご飴ね、あのうちは母親買うてくれませんでして、りんご飴食べたら怒られるんですけど、最近はお祭りも少ないのでりんご飴のりんご余ったり、お祭りね、まあ思春期になってくると中学生ぐらいやったら好きな子が浴衣着てお祭りの神社の境内とかで会ったりなんかするとちょっとドキドキしたりとかね、したもんです。カモンタツオのカモンカモンカモン。